ただお腹を膨らんでるのはまた腫瘍か腹水なのかね。お薬はもう飲んでないかな、飲んでなかったですもん。3月2日に2週間分、はい、体重が昨日測ったらすごい増えてるんですけど。なんと何グラムでしたっけ。33でした。33もありました。はい、それでちょっとねと昨日言ってたんですけど。2か33あるね。最後にお腹膨れてない時に測った27ぐらいだった。うわ、めっちゃ腫れてる、うん、あ、卵じゃないこれ。ですよね、朝そう思ってなんか一生懸命テントとかで頑張ってて出してあげて楽になればなと思って、ずっと元気だったので。わかりました。踏ん張る力が弱いんですね。ないと思うんですよね、了解です。これね、温めなきゃダメだから、うん、ちょっとお預かりしてもいいです、うん、夕方もう一回来てもらいます、うん、で温めるだけで出る子いるんですよ、積極的に。でそれとあと薬はちょっと飲ませます、うん、ちょっと硬いんですね。硬いで一生懸命こうやって踏ん張ってるんで、軟足です。あんまり無理に押すとさ、割れちゃったらでんぐなっちゃうから、うん、そう思って押してはいないんですけど、うん、ちょっと。でもこれ卵ですね、これは明らかに卵です、うん、もう一回部屋戻しますね、はい。